ゴルフを通じて多くの人々に感動を届ける渋野日向子選手と、陸上競技で日本に輝かしい栄光をもたらした北口榛花選手。異なるスポーツに取り組む2人ですが、彼女たちには共通する特別な絆があります。この記事では彼女たちの共通点を深く掘り下げ、その背景にある価値観や挑戦を考察しながら、ビスプス半田女子スコットランドオープン初日の展望をお伝えします。渋野日向子と北口榛花の運命的な出会い。渋野日向子選手がオフシーズンにスポンサーの JAL 本社を訪れた際、彼女を待ち受けていたのは大きなサプライズでした。それは、女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手との対面でした。北口選手が突然部屋に入ってきた瞬間、渋野日向子選手は驚きのあまり一瞬ゴルフのトッププレイヤーである自分を忘れ、まるで普通の少女のように目を見開きました。このリアクションは彼女の謙虚さや純粋さを象徴するものであり、多くのファンを改めて魅了しました。笑顔という共通点、スポーツにおける最強の武器。渋野日向子選手と北口榛花選手には、いくつかの共通点が存在しますが、その中でも特筆すべきは、笑顔の力です。渋野日向子選手がゴルフ界で、スマイリングシンデレラとして親しまれるように、北口選手もその笑顔で多くの人々を魅了しています。笑顔は単なる表情ではなく、彼女たちにとっては試合中のプレッシャーを和らげ、自分自身をリラックスさせる重要な要素です。また、ファンとの距離を縮め、彼女たちのパフォーマンスをより一層引き立たせる役割を果たしています。二人のルーツ、家族とスポーツへの情熱。渋野日向子選手の母親は、かつてやり投げの選手として活躍していました。彼女の母親から受け継いだスポーツに対する情熱と努力を惜しまない姿勢は、現在の渋野日向子選手のプレースタイルや競技に対する姿勢に大きな影響を与えています。同様に、北口榛花選手も家族からの支えと指導のもと、やり投げの世界で世界の頂点に立つことができました。家族のサポートと遺伝的な素質、そしてそれを凌駕する努力が彼女たちを今の位置に導いたのです。スコティッシュオープンの見どころと選手の背景。ビスプス半田女子スコットランドオープンは、全英女子オープンの前哨戦として位置づけられ、多くの注目を集めています。今回、渋野日向子選手は彼女が尊敬するキム・セヨン選手と同じ組で初日を迎えます。渋野日向子選手は、これまでのオフシーズンで心身ともにリフレッシュし、この試合に臨む準備を整えてきました。特に彼女がこの試合でどのような笑顔とパフォーマンスを見せるかに、多くのファンが期待を寄せています。一方、AI による優勝予想では、リディア・コー選手やリリア・ブー選手といった実力者たちが候補に挙げられています。特に、リディア・コー選手はオリンピックでの金メダルを背景に、今大会でも高い期待が寄せられています。彼女の安定したプレースタイルと卓越した技術は、多くのゴルフファンにとって見逃せないポイントとなるでしょう。ゴルフと陸上競技における挑戦の本質。渋野日向子選手と北口榛花選手が象徴するのは、スポーツにおける挑戦と自己成長の姿です。ゴルフと陸上競技は異なる種目ですが、どちらも極限の精神力と集中力が求められます。渋野日向子選手は、繊細な技術と戦略を駆使して、コース上での一瞬一瞬の判断が結果を左右します。一方、北口選手は、瞬発力と体力を最大限に発揮し、一度の投擲で結果を出さなければならないプレッシャーに立ち向かっています。彼女たちの姿勢は、単なる勝利を超えたスポーツの本質を教えてくれます。それは、自分自身を超える挑戦であり、失敗を糧にさらなる高みを目指す姿勢です。このような挑戦の姿勢は、多くの人々に勇気を与え、日常の生活にも生かすことができる大切な教訓です。未来への展望、オリンピックへの道。渋野日向子選手と北口榛花選手に共通するのは、オリンピックという大舞台への強い思いです。渋野日向子選手は、これまでの日本代表としての経験を生かし、次のオリンピックでの活躍を目指しています。一方、北口選手も次の大会に向けてさらなる成長を遂げようとしています。彼女たちのオリンピックへの挑戦は、単なる個人の夢ではなく、日本全体の期待を背負ったものです。彼女たちの成功は、多くの若いアスリートにとっても道しるべとなり、次世代を担う子どもたちにとっての大きな励みとなることでしょう。
結びに笑顔と挑戦を通じて得られるもの。渋野日向子選手と北口榛花選手の共通点を通じて見えてくるのは、スポーツにおける笑顔の力と、絶え間ない挑戦の重要性です。彼女たちの活躍は、私たちに多くの感動と勇気を与えてくれます。今後も二人がどのように成長し、どのような物語を紡いでいくのか、目が離せません。次回も、プロゴルファーやアスリートたちの熱戦と感動の瞬間をお届けしますので、どうぞお楽しみに。まだの方は、ぜひチャンネル登録をして彼女たちの輝かしい未来を共に見届けましょう。